パッシングショットを打つというモーションまたはこのテイクバック準備で入ってもらって最後にロブに基本的なスライスでも言いましたが絶対に手首を基本的なスライスと同じ形で入って同じようにラケットを振り出すただし足元に落としてくるだろうというフェイントにも使えますのでぜひトライしてください。さあ今はストレートに打ったりクロスに打ったりどこにでも打てる準備または相手の動作をギリギリまで見ながらそしてボールも見ながら行うようにしてください。先ほどのロブと一緒ですけども同じ体勢で入って今度は相手のバックボレーの低いところに一度打たせたいそこに打つであろうということがたとえ分かったとしてもいい状態のボールを相手のバックのローボレーに打たせる